どうも、競馬エイトの澤田です。競馬エイトの吉田です。アメリカ GC ですね。はい、結構面白いメンバーが揃った印象です。そうですね、毎年毎年ね、こういうなんですけど、はい、なんといってもやっぱり、一昨年のブルーボス、はいはい、ブラストワンピースが出てきたんで ね、はい、ちょっとこれが出てくる出てこないによってはちょっとね、うん、重みがちょっと違ったと思うんだけども。そうですね、どうでしょうか。まあ、1週前、まあ、この馬は時計が出る馬なんですけども、うん、やっぱ1週前はね、いつも重く見せるというか。そうね、うん、有馬記念勝った時も同じような感じで、ただその分1回びっしり追ったことで少し素だるくなったかなという印象はあります。そうですね、先週長めからね、はい、追走してかなり強く追って、はい、まあ、あれで体がちょっと絞れると思うんですけどね、うん、で今週は川崎氏がね来て、はい、まあ、これはゴーハロンから、はい、ゆっくりスタートして前を追っかけるっていう展開だったんだけども、はい、やっぱりちょっと一週前にビシッとやってるんでね、かなり良くなったなっていう感じがしますね。僕はね、有馬記念の時に本命したんだけどね、はいはい、一つね違うなと思うのはね、はい、もう一本惜しかったなって感じがしないでもないの。そうですね、で必ず有馬記念の時は菊花賞からのレースでちょっとレースと、はい、それも空いてたんだけども、うん、あの時はねデビュー以来ね最高にの量をねこなしたんでね、うん、はい、だからそれが最初期にも稽古分けする前に、はい、ちょっと煽られたんだけども、はい、もう稽古分けする前選んでビシビシやってたっていうのがものすごく好感持っててね、はい、うん、で直前煽られた動きに何の心配もなかったんだけども、はい、今回の場合ね、まあ、もちろん年明けてから得意出し始めたんですけども、ね、はい、やっぱり500超えるかなり大きな馬なんでね、はい、この寒い時期に、うん、できればもう一本ゴハロンからでもちょっと合わせんばで欲しかったかなっていう ね、 そうですね、気がしないでもないの。だからパーフェクトではないことは事実だと思うんだけども、はい、ただ試合方としては1週前にあれだけ長めを追ってくれたんでね、はい、かなり良くなってきたなという感じで、まあ、自力があるんでね、はい、まあ、間に合ったことは間に合ったと思うんだけれども、まあ、100% かで、うん、ちょっと、まあ、疑問はちょっとあるから、はい、それがつける隙があるかなという感じがしないでもないね、はい、そうですね、うん、どうでしょう。いや、僕もどうかです。どうですか。まあ、大きな馬なんでね、すごい大変だと思うんだけど、ね、普段見ててもある程度強いと言ってもすっごい分厚いし、ね、まあ、迫力あるんだけど、はい、まあ、結構走るからね、ね、割とね、はい、いい感じがするんだけど、うん、もう一本欲しかったかなという感じがちょっとしないで、はい、あとはどう他のは見て、関東がこんなちょっといるけれどもね、ラストドラフトなんですけども、うん、まあ、先週先々週とマーフィー騎手が乗った時がそんなにねスピード出てるなと思わなかったにもかかわらず64秒台が出てて、あ、すごい、やっぱこの鞍上を乗ってちょっと相性がいいというかね。そうで、もともとほらデビュー前からすごく稽古で、はい、うん、すごくこうスピーディーな走りしてね、はい、うん、あったんだけども、もちろん稽古明けする一頭なんだけれども、はい、ほとんど負けたことないもんね、稽古ではね、はい、であとはね、道中とかね、すごくこうかかるような感じが見せるときあるんで、うん、今回はね、まあ、最終期のチェンピオンさんがいつも通り乗って、はい、ちょっと抑えめに行って、はい、しまいをちょっと伸ばすという感じがあれだったんだけども、はい、ちょっと落ち着いて走ってたから ね、 そうですね、あの辺の感じはちょっとこの馬がこう成長してる、うん、精神面も成長してる、そうそうそう、成長してるっていう、なんかね、デビューした時元に行くんじゃないかと思って、ちょっとその後、はい、そうですね、メンタル面のなんか脆さみたいなのを出したりだったけれどもね、はい、うん、だから かなりうまく仕上げてきたなという感じはする ね、うん、思いますね、あとね、俺はものすごくいい感じだったウラスチャームというのがね、あ、はいはいはい、これがね、まあ、直線ちょっと南騎手を持って、まあ、牝馬だから、うん、こんなにやんないんじゃないかなと思って、うん、それ一周前も、はい、かなりいい動きしたんでね、はい、時計が出ちゃったという感じかな、うん、なんかでも抑えたままでね、はい、これはね、立て直しが成功してるなという、立て直しが成功してるというよりも、まあ、前回のレースが、まあ、競馬の流れもちょっと抜きだみたいな感じで、結果もちょっと悪くなかったと思うんだけれども、うん、なんかいい感じ仕上げてきたなという、このちょっと一息入れたのがね、そうですね、うん、これはすごくいい感じですね、うん、どうですか。あとはそうですね、まあ、いますよ、西のデイジーもいるし、
ミッキースワローじゃないですか。そうですね、まあ、ミッキースワローはやっぱまだねちょっと陸運営があるんで、そうね、はい、ただやっぱスイッチが入ってからはすごい加速力なんで、うん、その辺うまくコントロールできればというところですかね。これだからミッキースワローと全く大きい馬だけどタイプが違うじゃないですか、はい、そうですね。それでこんなにグラスワンピースみたいにピシッてやる必要がないっていうか、はい、そうですね、わーってやっちゃうとなんかすごくテンションが上がってです、ね、なんかイラつくんじゃないかっていう感じがあるから、はい、だからそれも厩舎の人が分かってて、はい、うまく丹念に乗ってるもんね。そうですね、この試合方はね、はい、すごくミッキースワローの、試合のパターンとしてはもうこれまさか把握してるから、もう、うまいですよ試合方がね。そうですね、それで最後に一ロンドスイッチャーでシャーッとそうなったりしてね、はい、まあこの舞台も、はい、まあ、向いてることは向いてるんでね、まあ、仕上げとしてはね、いいところで、ね、当日のパドック、ね、そうっていいと思う。西のデイジーなんですけど、まあ、もう、ね、最後抑えきれない手応えという感じでしたけどね、うん、ただやっぱりもっと僕は成長、気象面が成長してくるかなと思ってたんですけど、まだやっぱかかるところがあるんで、ね、はい、まあ、今回田辺騎手が初めてなんだけども、うん、1周目に田辺騎手が入ってね、はい、かなり強い手が入って、うん、まあ、これももともと稽古ではね、すごくいい動きするタイプの馬なんだけども、はい、そうね、あとはちょっとレースに行って分かんないところはあるんだけども、ただ中間かなり、はい、乗り込んでるからね。そうですね、うん、それ仕上げ自体は、うん、まあ、もう目標にしてきてないですからね、はい、うん、まあ5年ぐらいまで変わり見せるかなっていう感じはするけれどもね。そうですね、あと関西のがちょっとすごい休み明けだと思ってるんだけど、まあ、1頭上げるとしたら、まあ、ちょっとステイフーリッシュファンの僕としては、あ、ステイフーリッシュねあんまり調教動かない馬なので、ルメールですよ、そう、ルメール騎手乗って昆虫乗ってこの馬にしてはすがるかったかなと思いますね、うん、なのでちょっとこのコンビの走りをちょっとします。ステイフーリッシュとこれ、はい、ステッフィールドで出てきて、あ、はいはい、ちょっとね、両方ステイフォードのこれさ、はい、なんかすごいイメージがちょっと、ね、うん、だ、え、変なのずれちゃってやったよね、はいはいはい、ね、で両方もこのぐらいの距離がいいじゃないですか。そうですね、はい、まあ、このステイフーリッシュの場合もこう中山はね、はい、経験して結構走るしね、何、うん、きっちりできてればという感じですが、はい、あと佐渡のクロニコルっていうのは1年半これ、そうですね、でもなんかさすがにこう能力あるなというね、うん、すごい反応迫力感じゃない。そうですね、でかなり自信持ってきてるけども、うん、ただやっぱりコースで長めを 2,3、はい、本こう生きてればね、うん、そうですね、一気もあるけど、うん、反応だけなんでね、そう、そこですね、やっぱでもまだなんていうか能力を落ちているという感じはしないですね。しないね、なんかすごい、はい、ちょっと怖いところね、そうですね、まあ、1年半ぶり、はい、1年半ぐらいですね、はい、そうですね、どうでしょう、夏ぐらいだから、うん、だからこれ、まあ、どういうキャラスか、うん、あともね、どういうかっていうのをちょっと見てみたいな感じですよね、はい、そんなところです、はい、そんなところでお願いします、はい。